いただきありがとうございいますいやいよいよねちょっとね暑くなってきました、まあ、ロサンゼルスもねあの、まあ、日本ほどではないんですけれども暑いですねあのニューヨークとかねフロリダまあ,あのアメリカの,あの東海岸ですねはね日本と同じように本当もうねシャワー浴びないともう,あのもう気持ち悪くてしょうがないみたいな暑さでカリフォルニア西海岸の方は結構ねカラッとしてるのでえ、まあ、暑いんですけどまあなんかね汗が出てこないのであんまり。 だからすぐカラッと乾いちゃうというか、まあ、なのでなんか気持ち悪さっていうのはね結構西海岸の方はないのかなと思いますいろいろね、えー、アメリカもですねちょっと全土を回ってきたんですけれどもあのカリフォルニアがね、まあ、一番いいなと思います住んでてあの日本人ってまあ結構ハワイとか好きだと思うんですけど日本人に合ってるあの温度とかなんだと思うんですよね はいまあ、それはさておきあの、はい、今回ですねあのファンティックさんというね、えー、ブランドの、えー、掃除機をね買いました。で、えー、とブランド名がね、えー、とファンティックで、まあ、スリム V8APEX っていう商品名です。でこれ何、まあ、で買ったかというとですね まあ私ね、まあ、ホンダシビックこの間ね、納車しまして、まあね、それでね、いろいろ中毒みたいな感じで、いろいろね、車の動画上げてるんですけれども、まあ、やっぱりね、あの車買ってまあ3、4ヶ月だと思うんですけど、大体。まあ、あの汚れがね、気になるんですよね。で、まあ、家で使ってる掃除機、ハンディ掃除機みたいなのが、まあ、あのちっちゃくして、まあ車の中持ってきるんですけど、細かいところ入らないんですよ。 で、これね、いろいろアタッチメントがついてるとのことなので、まあ、車のね、あの、椅子の下とか、あの、パンくずとか落ちるじゃないですか。まあ、そういったところを、あのね、きれいにできるね、アタッチメントがいっぱいついてるそうなので、まあ、ちょっとこれ買っちゃいました。で、TikTok でね、引き続き買いました。この間ね、赤いシート TikTok で <laughs> 買いましたけど、これもね、TikTok で買いました。では、では、早速開けていきたいと思います。 はい。ではね、えー、こちらの商品ね、開けていきたいと思います。かなりね、中が、層が分かれてますね。ってことはいっぱいね、アタッチメントがあるってことですね。あまずこの私の大好きなポーチ。これ車にね、そのまま置いとくときにね、まあね、この袋に入れとくとまとまり効くんで、いいですね。まずね、とりあえずバンバン出していきましょうか。 はい、今ですね、ようやくすべて出し終わりましたけれども、かなりのね、いっぱいのアタッチメントがついてます。これだけね、アタッチメント揃ってます。特にね、私、この、あの、ホースの椅子の下に、あの、ケーブルが、あ、椅子の下にね、掃除したかったので、これがちょっと一番求めたやつなんですけれども、これがね、本体の、えー、ファンティックの、あれですね。充電するときも、このタイプ C ケーブルでできます。 なので最近ねあのタイプ C じゃないですか全部まあ、これケーブル1本でまあ、車の中でも充電できちゃうっていう感じで非常に便利ですこんな感じでこれ一番私使うかなと思うので、えー、これですかねとりあえずはでちょっとねキーボードがあるんで試しに、えー、ちょっと吸ってみたいと思いますこんな感じでオンにするとまあ、ここがね綺麗に光ってかっこいいですねはいこんな感じです 緑にするとよりあのパワーが出てて青だとチュ中という感じなんですかねでここに電源ボタンがえついてますまあデザインもかなりいいしまあなんか最近のやっぱガジェット系の,あのトレンドをやっぱりしっかり押さえてるなっていう感じで、うん、質感とかも非常にいいですちょっとキーボードのこれちょっときれいにしていきたいと思います はい、こんな感じで今ねちょっと掃除してみましたけれども結構あの私のねあの髪の毛が結構取れました高校の中にあるうんす,すごい結構ねあの吸引力いいですよこれ、ね、車の中とかにぴょってこれにね入れ,と入れとけば結構楽じゃないですかいつでも掃除できるっていうかさばらないしトランクに入れといてっていう感じでねこれちょっと結構ね心打たれて買っちゃいましたじゃあ実際ねちょっと車の方に行って えー、やってみたいいと思います、はい、まだね、えー、新車なんで、まあ、結構綺麗な状態ではあるんですけれども、まあ、やっぱりねこういうね汚れであったりとかこういうねシートの下のですね汚れであったりとか。 まあ、ここのね隙間ら辺ですね。ここら辺とかもまあちょっと毛が出たりとかですね。まあ、ここら辺はね取れるんですけれども、まあ、ここら辺がね、なかなかあの特にね、ここの間ですね。まあ、そこら辺がね、あとこっち側とかもね、えー、結構汚れがたまりやすいので、まあ、あとね、ここら辺ですね、えー。特に汚れがね、ちょっとつきやすいんですよね。まあ、手がね届くところはいいんですけれども。 えどうしてもね手が届きにくいところは、えー、まあちょっとああいう掃除機が必要だという感じです。取、はい、る時はまあこんな感じで取、まあ、る時はですねこんな感じで、えー、こういうふうにすぐね、えー、開けることができるんでこれをねひっくり返せばきれいにできます。まあ、なのでかなり手軽ですよねこういう感じこれだけなのでもう、まあ、どこでもやっぱりねあの掃除したい人 綺麗好きの人にはもってこいですこれそのままねポーチにねこれをあのこうやって入れればいいだけなのでこういう風にまあなのでこれであのトランクとかにね えー、そのままはいこんな感じにね、えー、ファンティックさんのですね、えー、掃除機の、えー、紹介でした非常にねあの前より、あのー、本当あのリーチできる、ね、範囲広がったというところで、えーまあ、吸引力の方ね、えーまあ、やっぱりねもっと欲しいっていう人はね正直いると思いますやっぱりね洗車場に置いてあるなんかあの無料で使える掃除機あるじゃないですかでっかい機械ですあれやっぱり最強なんですよね まあ,でもあれってなんか洗車場行くと20ドルで車、洗車1人,人にしか使えないみたいな無料のところはないんですよね。っていうところ、まあ、車のね洗車ここのね、えー、ところでタダでやっちゃってるんで、自分でね月にまあ、相当それだけでもねなんか貯金できてるんじゃないかなと思いますけど毎月20ドルってやったらすごい計算ですからね。えー、引き続きね、えーまあ、こういったね車関連の情報あのご紹介 できたらなと思いますので、えー、引き続きねエミリーチャンネルご視聴いただけたらと思いますではありがとうございました